それではシャウトをいただきます。まずは先行石。俺も奈良の UMB からラッパーなったんで、ここには思い入れがあるんす。シャウトがどうって関係ないですけど、みんなが見たいやつに声上げてくれたらそれだけで俺は大好きなやつやれて最高やから思いっきりぶつかるっす。イエーイ。続いて高校ハイキング高瀬。いや俺もほんましょぼいやつばっかり出てたから全然思んないやんって思ってないけど、意識がやっぱ髪の台ちょっとあるんちゃうかな思ってるからやったと思います。行きましょう。ベスト8第2試合です。先頭西高校ハイキング高瀬、ビートは DJ ティグ、発祥節日本勝負、レディーファイ。噛み切れないハングリーな高瀬、でも俺は絶対に噛み切れない。食っても食っても終わらない、俺は無限で夢を見ていたい。この街で退屈、でも俺たちがかけるバイブス、未情熱かける夢、どこまでも行ける、夢夢全部天狗に対し。いや、全然ないぜ噛み応え、思ってたのとちょっと違うかな。上手に握ってるぜそのマイク、それ前橋グリズリークマちゃん、もう止まっちゃうぐらい止まっちゃう、止まって見えるぜお前のフロー、やめてて動きもないぜグルーヴ、もない俺はフレッシュなブルーズ、止まって見えるぐらいに速い、やばいぐらい速い、やばいやつ、Yeah、俺はバイアスよりもバイブス、誰よりもどう見てもヤバいや、今日一番になりたい、明日も明後日も一番になりたい、間違いなくクマ、この奈良の鹿、ハイキングここでバイバイ。俺が鹿、確かに鹿みたいなバンディ、もしくはジャンピン、でもいいパンチ握る一発、ハウメリ MC お前ら負けへんで、Yeah、見た目だけ大仏、俺が言ってやる、イエス大仏、お前はカエルの足を引っ張ってるだけの前足。終了。さあ決めます、皆さんよろしくお願いします。いきます。まずは先行入試、はい、続いて高校ハイキング高瀬、はい、まずはハイキング高瀬いきます。レディージャッジ、勝者ハイキング高瀬。大きに誰の足も引っ張ってへんで、イエーイ、西にも大きな拍手。